ニューストピックスです。北陸新幹線敦賀延伸開業に合わせ、金沢市内のホテルでインバウンド向けの改装が相次いでいます。音楽を楽しめるバーの新装や、外国人が使いやすいように全客室をリニューアルした施設もあります。能登半島地震で一時落ち込んだ観光需要は、北陸公園割などで徐々に回復していて、特に消費欲の高い訪日客の取り込みを図っています。今回はこの話題について、経済部の室谷記者に伺います。室谷さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。どのような改装が見られるんですか？はい、金沢東急ホテルでは2階にレコードバーがオープンしました。直前にバーで酒を飲む欧米客が多いことから、ホテルの新たな魅力づくりとして比較しました。はい、レコードは1960から70年代の曲を中心に、イギリスのロックバンドビートルズやアメリカの歌手ビリー・ジョエルら約90枚を揃えました。ジャズやロック、ポップスなど多彩な曲を揃えていて、バーテンダーが店内の雰囲気に応じて曲を流すことにしています。はい、担当者は、応援割と北陸新幹線敦賀開業で大型連休の観光客が増えると見込んでいて、他のホテルにない特徴で観光客を呼び込みたい、国内客にも懐かしい雰囲気を楽しんでほしいと話していました。そうですか。まあ、コロナも明けて金沢にも訪日客が本当に増えてますね。はい、コロナで休業していた ANA クラウンプラザホテル金沢のバーも、訪日客の取り込みを図るため営業を4年ぶりに再開しました。はい、またアパホテル金沢駅前は全客室をリニューアルしました。テレビ画面に映される館内案内のデザインを一新して、ピクトグラムを多用して訪日客が内容を一目で分かるようにしました。2階のレストランも約40種類の日本酒を常備していて、北陸の地酒を小さなグラスで気軽に味わえるコーナーを新たに設けたそうです。やはり北陸新幹線敦賀開業の影響は大きいようですね。はい、各宿泊施設では宿泊プランの準備も進めています。北陸3県と新潟県で始まった北陸応援割は、1人1泊2万円を上限に宿泊代の半額が補助されます。そのため加賀市山中温泉の旅館では1泊2食付きの4万円プランも用意しています。夕食にはのどぐろやのと牛、ズワイガニを盛り込んでいて、館内利用券などもつけています。各施設は宿泊客の取り込みに力を入れています。はい、わかりました。ここまでニューストピックス経済部の室谷記者でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。